さあ武田の七変化、国際大会シニアデビューイヤーの全日本です。こうしてたっぷりと時間を取って自らの気持ちを高めていきます。ショートの曲はタンゲーラ。最初にまず単独の3回転のジャンプ、トリプルトーループ、降りた後も流れがありましたね。コンビネーションです。トリプルの予定だったんですが、ダブルダブルのコンビネーションになりました。ちょっと入るときに斜めに右に入ってしまいましたね。ダブルアクセル、これは綺麗に決まりました。なんとか上位の一角に食い込みたい武田。綺麗ですね。最後は得意のビールマンでフィニッシュ。しかし本人本当のスマイルは明日までお預けというところでしょうか。国分さん、はい、そうですね、ここのそのショートでも奈々ちゃんのその笑顔が見たかったんですけれども、はい、まあ、これ明日フリーでビッグスマイルを、うん、見せてもらうことを期待したいと思います。まあそうですね、はい、最後は気持ちを取り直して満員の観客席に対して。そして荒川さんはどうご覧になりました。そうですね、ここまで今シーズンは自分が出たことのない舞台に挑戦していく7を知ってほしいっていうような気持ちで滑っていたように見えたんですけれども、はい、この全日本選手権はやはりうまく滑りたいという守りの気持ちが見えてしまったかなというふうに感じました。ですのでいつもの勢いとスピードが少し足りなくなってしまったのが、はい、ジャンプの失敗にも影響したかなというふうに思います。まあ、八木沼さんも途中で思わずスピードがない頑張れというようなことになりましたかね。そうですね、最初にコールされてポジションにつくまでに非常に時間を取りましたね。で、普段ですと武田選手あそこまで取ることはないんですけれども、ちょっとそこで考えすぎてしまったかなと。調子が6分間の練習でも良かっただけに、
大事に行き過ぎてしまったかなというのが感じられますね。それが滑りにも出てしまったような感じがします。この足元がコンビネーションの、まあ、2回転になってしまったということだったんですかね、はい。まあ、その後もちょっと勢いがね、もうちょっと他でも見たかったんですけれども、はい、でもこれを明日にそのフリーの方につなげてもらいたいですね。武田の得点が出ました。テクニカルエレメンツ 25.62、 涙とともに見つめるプログラムコンポーネンツ 23.72、 トータル 49.34 にとどまって現時点での順位が7位。厳しい結果がショートは待っていました。武田奈々です。小原美咲さん、日本大学。今日の滑りはいかがでしたか？そうですね、すごい落ち着いていたんですけど、あのジャンプが一つ抜けてしまったので、それがもったいなかったなと思うんですけど、でもあのすごい緊張していて、スピンとかもあのうまく回れなかったので、明日いい演技したいなと思いました。刻んだくらいの時はちょっとこう涙も目に浮かべていたように見えたんですが、そうですね、やっぱり得意なジャンプだったのですごい悔しい思いはあったんですけど、でも明日挽回できると思うので、明日はこのジャンプもちゃんと綺麗に飛びたいなと思います。